わあ、より姫のあるある青空スナックある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 青空スナックあるある。接客してるだけなのに日焼けする、これあるあるですよね。じゃあ次私行くね。ある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 、青空スナックあるある。はあ、今日天気悪いな、外出たくないなと思ったら雨天休業、これあるあるですよね。こんなにあるあるが受けるなんて、お酒の魔力恐ろしい。ほのはちゃんのやや受けの美学が崩れちゃうね。お酒の力と青空の開放感、その2つが男を狂わせるの。さあどんどんむしり取るわよ。大さんの追い込み半端ない。昆布1箱10本ある。スコンブ食べるある。それ見て勝手にハーハーするよろしい。マジキモやる。今度イサオのあるある、局長あるある、おたいさんがいつもそばにいる、これあるあるですよね。お前が勝手に来てるんだよ。聞いてば。ってことは、俺が持ってた弾と対になるのがあるってことか。ええ。と言っても、もう片方の引力はどこにあるかさっぱりなんですがね。偶然手に入れたアマントの兵器が、俺をここに連れてきたんだよ。どこにあるのかね。じゃあ奪われた妖玉を見つけないと僕らが江戸に帰れないのは間違いないですね。ああ、こんなところで油売ってる場合じゃねえってこった。あるある、局長あるある、たまに名前のわからない大使がいる、これあるあるですよね。あんたまだあるあるやってたのかよ。あれ、君誰だっけ。俺かよ。ジンタキ、あんたらも遊んでないで仕事しな。おい、お供見ろよ、豪華な鍋じゃねえか。キノコがわっさか入ってるぜ。お豆腐も人参も、それに白滝も。白滝は一つ上の子、いるっちゃいるけど、いらないっちゃいらない、ゆえに富の象徴。ほんちくしょう。あやつぐさん大変です。コロハちゃんが嬉しすぎておかしくなってる。皆まで言うな、今食べることに専念しろ。あやつぐの言う通りある。鍋料理は早い者勝ちに、一瞬の油断が命取りよ。おい、この鍋肉入ってねえぞ。それ僕も思いました。そんなことがあるかよ。でもさっきから全然お肉見つからないですよ。そこまで言うなら調べてみるか。そりゃ具を全部出してみたらわかるんじゃねえか。つべこべ言わないで全部出してみようぜ。肉ないある。パピーノもこんな目にないある。ねえな。あれ、ミオお前肉買ったよな。知りませんよ、コノハちゃんが買ったはずですよ。
ねえ、コナーちゃん。こんちくしょう。これ、買い忘れたパターンですか？つべこべ言っても肉は出てこねえぞ。新八、買ってこいよ。え？僕？せめてじゃんけんで決めましょうよ。いいから買ってこいよ。メガネはパシリって昔から決まってるだろ。露骨なメガネ差別やめろ。とりあえず具を鍋に戻しましょうか。冷めちゃいますし。あっつ、なになになに、なんですか？な、鍋に、あ、こんちくしょう。なんてこった、まだろくに鍋を食ってねえのにおじやになっちまった。お米がどんどん出汁を吸っていく。ドイツの仕業だ。怒らないから出てきなさい。味噌鍋。なんて不定あやかしだ。肉がないのはあいつのせいだ。まだお鍋食べてないのにおじやを食べたらお腹がパンパンになってしまいます。肉がないのもあいつのせいです。鍋奉行の許しなしでのおじや殺す。肉がないのもあいつのせい。いや、どさくさに紛れて肉買い忘れたの人のせいにしてません？不快な上にもったいない感じまでありやがる。動けねえ。米食いなんて名前のくせに米を大事にしないなんて最低ある。とんでもねえ変態じゃねえか。お前やっぱり味噌なめだろ。粗末にすると目が悪くなるって母ちゃんに教わらなかったのか？お鍋の締めを勝手におじやにした罪は重い。こんちくしょう。この米粒には何の罪もねえ。お百姓さんに謝るんだな。米食いも退治できましたし、お鍋の続きをしましょう。しょっぱなからおじやかよ。テンション上がらねえな。この鍋空にしないと次の鍋を作れないんですから、我慢しましょう。食べた食べた。結局お肉食べられなかったですね。切ります？それはもういいか。俺もですよね。私もう一旦おじやいけるあるよ。タバコくせえな。なんだ。あーあー出た。なんだよ、またあやかしか。今夜はなんて想像し。ああ、怪物だ。よく見な。あれは私の体だよ。幽霊なんかと間違えるんじゃないよ。化け物の間違いだったな。それで体を返しに来たのか。
そうじゃないだろ。逃げたのにも戻ってきたのにも理由があるんだろう。受ける方も受ける方だし、依頼する方も依頼する方だよ。そうなんですね。畜生、悪いんじゃねえか。我が子の仇討ちのためとはいえ、かかとについた米粒を渡さなきゃなんねえなんてよ。そこ、早津具さんはそういうキャラなんです。どんなキャラだよ。斜め上すぎない？よっしゃ、俺に任せろ。お前の望みを叶えてやるぜ。仇討ちを手伝えば、私の体とあんたが持っていった妙な玉を返してくれるかい？いいとき手伝ってやんなよ。私はそろそろ自分の体に戻りたいし、店もずっと開けているわけにはいかないからね。手伝うって言うなら、今月の家賃くらい見逃してやるよ。わかったよ。ババアのかかとに米粒つけんのが流行っても困るからな。知ってるのか。刀比べか。悪くない考えだけど、俺は剣術はそこまで得意じゃないぜ。いやあ、武家屋敷にカッパが出るって聞いたからな。カッパ捕獲で一山当てようと思ってさ。ま、武家屋敷に入るには刀比べに参加すりゃいいんだな。それだけわかれば十分だ。ありがとな。ことは、俺たちがその掛川とかいう旗本に会うには、刀比べを勝ち抜かなきゃいけないってことか。思ったよりめんどくせえな。やめるか。諦めるの早すぎですよ。全員ぶっ飛ばせばいいやろ。それからその掛川とかいうやつもぶっ飛ばす。それで円満解決ね。ダメだよ。それじゃ目立ちすぎて警戒されちゃうよ。いや、この苔前に見たことあるなって。デジャブってやつだな、これ。今のあるあるですね。デジャブのことを言うと、みんなが一歩引く感じになる。それ、コノハちゃんだけだよ。コノハちゃんって一歩引かれるタイプの女の子だから。私の目の前すっくすか。ポジティブに考えれば、空気が綺麗。この人たちと話すの疲れる。でもやっぱり成功法で行くしかないですね。あんたら昼休憩は終わりだよ。
夕立ちが来そうだから午後は短期決戦でがっちり稼ぐわよ。よし、スコンブ10箱入れさせろある。男をたぶらかす魔性の女になるね。お客さん、いい飲みっぷりですね。はい、どうぞ。あら、嬉しい。でも私ばかりだとあの子たちに悪いですから。腹減った。朝からスコンブしか食べてないある。せめてお茶漬けくらい食べたいね。サグラちゃん、ジャリ食べる？お口の中で転がすと大地の味がするよ。ポジティブに考えれば、ダイエット、そう、ダイエット。やっほーい、フルーツ盛り合わせくださいある。私は隣のうなぎ屋さんからうな重の上を頼んでいいですか？私はレーズンバターを食べたい。ほなじゃあもっとドーンと言っていいんだよ。でもバターをそのまま食べるレーズンバターは富の象徴。誰にも止められないブルジョワの香りがする。じゃあ注文しちゃいますね。あと私は同じものを3つずつね。5つ。みんなでグルになってやってるんだから、アコギですよね。水商売なんてそんなもんだ。友達だからとか言って呼んでもない女の子を座らせて、その分の金を取るんだよ。そういう仕組みなんだよ。あ、グルになるっつうと。なるほど、そいつは名案かもしれねえぜ。どういうことですか？あっさん、メガネのくせに鈍いね。鈍メガネだね。メガネ関係ねえだろ。刀比べの参加者を仲間内で固めちまえば、勝って旗本と会うのも簡単ってことだ。そうと決まれば、腕っぷしの強そうな奴らに片っ端から声をかけるだけだ。行くぜみんな。俺が一声かけりゃいくらでも集まるぜ。全員あんたのこと殺すって言ってましたよ。でもネギはもらえたぜ。投げつけられたやつでしょうか。いい年して友達いないとか大丈夫かお前。兄さんも人のこと言えないでしょ。あやつぐさん、はずきさんとつばきさんが協力してくれるそうですよ。おお、でかしてみよう。二人か、まだ足りないな。兄さん、僕、協力してくれる人たちに心当たりありますよ。手伝ってください、クソ野郎。それが人に物を頼む態度か。物を頼む態度ってどんな態度ですか？教えてくださいよ、マヨネーズ先輩。ちょっとちょっと、話をこじれさせないでくださいよ。養玉を手に入れて無事に江戸に帰れたら養玉は譲ります。それだったら文句ないですよね。サシ、俺たちが断る理由はない。ここは条件を飲もう。養玉とおたえさんで。いや、おたえさんは入ってねえよ。じゃ断ろう。一瞬で手のひら返してんじゃねえ。まあ不本意だが仕方ねえ、手伝ってやるよ。いつまでもこうしてるわけにもいかねえからな。だが勘違いするな、
俺たちは仲間になったわけじゃねえ。目的が一致しなくなったらいつでもしょっぴいてやる。肝に銘じておけよ。マジですか、土方さん。いつでもいいんですか。おめえには言ってねえ。ヒントと、一体何を始める気だい。何、ちょいと八百屋でも始めようかと思ってな。